大きなテーマとしては歴史の継承っていうテーマがあるんですけど、物事を継承する、継承の鐘を鳴らすみたいな、見えないものにこう形を与える、なんか継承をするっていう、アートを通して伝える罪の歴史。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家平川光太、1987年高知県生まれ。美術教員の父の影響でアーティストに。そんな彼がアートを通じて伝えたい、消し去ることのできない人間の業。僕にとっては美術っていうのは宗教の問題だったりとか、歴史的な問題だったりとか、記憶から忘れ去られていってしまう過去の問題っていうものをどう引き継ぐのかっていうことだと思うんですけど、黒人差別みたいなことがすごくこういろんな運動があった時期に撮った写真を元にして黒と白で描いた作品があるんですけど、黒一色とかで模写をすることで手探りでその歴史について学んでいくような、近くでこう作品と向き合うことによってその図像が見えていく、それって歴史との向かい合い方にもこう近い気がしていて、描くことで彼自身が人類の罪深い歴史と向き合う、そうして描かれた作品は想像力に訴えかけるアートとなる。当時のことをこう想像するためには想像力ってものがやっぱりすごく重要で、美術ってもの自体がすごくこう想像力にこう刺激を与えるものだと思うんですね。ドキュメンタリー映像だったりとか本だったりとか、そういったものとは違う形での想像力で伝える方法っていうものが多分あるんじゃないかなっていう。世の中の不条理を描き歴史と向き合う、そんな彼のもう一つのライフワーク。描かれるのは戦争と対をなす平和。みんな平等と思っていて、なんかそういう問題を動物の世界に置き換えて描いてるんですね。もうある種もう作品の系統的にも真逆のことをやってるんですね。その問題の間にある大事なものを違うシリーズとして描いてる。いろんな人たちにやっぱ見てもらいたいし考えてもらいたいから、記憶の片隅にずっとだけど引っかかっていて提示させておくような、そういうものであればいいなと思ってますね。今は伝わらなくても100年後に伝わるかもしれない。先人たちが壁画に残したように現代を切り取り後世に残したい、そんな平川光太が見据える未来とは。僕自身は語られなくてもいいかもしれない。だけど作品が残るってことは間接的に僕の伝えたかった問題がきちんと残るので、なんか生活の中に美術が常にあるような、そういう美術のあり方っていいなと思って、残すのは後世の人だからそれは分からないですけど、残すための努力はしますよね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は落合陽一アートを語る、放送300回記念スペシャル。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。